コロラド急戦艦、コロラド急戦艦、コロラド急戦艦、コロラドクラスバトルシップス、またはメリーランド急戦艦、メリーランド急戦艦、メリーランドクラスバトルシップスはアメリカ海軍が収益させたちょうど急戦艦の艦級である。コロラド級は基本的には全級のテネシー急戦艦の改良型として1917年海軍整備計画において 建造された。もともと35.6立方センチメートル連装砲塔4機を搭載する予定だったが、日本が建造した初の16インチ砲、搭載戦艦である長戸型戦艦に対抗するために40.6センチメートル連装砲塔に変更した。そのため装行などは、対35.6センチメートル砲レベルのままで、あった35.6センチメートル4。 連装砲塔を40.6立方センチメートル連装砲塔に変更した後のノースカロライナ級戦艦も同様である。手砲連装で装備した最後のアメリカ戦艦である。ただし、対35.6センチメートル砲レベルの装甲であっても当たり前ではあるが、ニューメキシコ級以前のアメリカ戦艦よりは強力であり、テネシー級と同等であった。 防御力を重視したアメリカ海軍は、アメリカ戦艦の中で特に防御力に優れた、テネシー級2隻と本級3隻を合わせ5隻を、ビッグ5と称した。第1次世界大戦中に4隻が、計画検討されたクラスであるが、建造は、戦争には間に合わず、大戦終了後に、ワシントン海軍軍縮条約の影響により、3番艦。 ワシントンがキャンセルされ三隻収益に止まった。この時、メリーランドの収益が一番間よりも早かったために、メリーランド級と呼称された。コロラド級の船体形状は全球に引き続き、朝鮮首労型船体である。鋭く前方に傾斜したクリッパー型艦首から、艦首艦板上に、マーク1921年型40.6センチメートル。 45口径砲を連装砲塔に収め、1.2番手砲塔を背負い式で2機、2番手砲塔の基部から甲板よりも一段高い環状構造物が始まり、その上に司令塔が立つ。司令塔の背後から箱型の環境が立ち船橋、ブリッジで接続させていた。環境を基部として、当時のアメリカ海軍の大型艦の特色である、カゴ状の全部マストが立っている。 全部マストの下部に公開環境、頂上部に露天の見張り所を持つ。船体中央部に日本煙突が立ち、その周囲が関西邸置き場となっており、一番煙突の側面部に片元に一基ずつ立つ、単小灯台を基部とするクレーンに基により運用された。二番煙突の後方で船首楼が終了し、 そこから甲板一段分下がって、カゴ状の後部マストと3番4番四方糖が、後ろ向きに背負い式配置で2機が配置されていた。コロラド級の副砲である、12.7センチメートル、51、後継速射砲は2番四方糖後方の、上部構造物上に、単装砲画で、片元1機ずつ2機と、船体中央分にケースメイト、砲角配置で放射状に、 単装で5機の12機を搭載していた。コロラドは大戦前の1941年夏より、オーバーホールと改装を行い、環境構造を一部改正し、全部マストの頂上部に、盲状のレーダーアンテナを設置した。また、カゴ状の後部マストを撤去し、新たに東型の後部環境が設けられた。メリーランドとウェストバージニアは、真珠湾攻撃により、損傷。 メリーランドは修理に際してコロラドに準じた改装を受けた。一方、大破着艇したウエストバージニアは不要された後に大改装を行い、改装前の上部構造物を撤去して上部構造物を新設し、サウスダコタ級に禁じした東型環境に一本煙、後部マストを持つ外観となった。三隻とも改装の際に副武装と対空火器を一新。 高角式の原則単装複砲を全廃、旧来の対空火器を 12.7cm、38口径連装療養砲や防法数 40mm、56口径4連装機砲、MKV20mm 単装機関砲といった新型対空火器に更新している。コロラド級の手法は、新開発のマーク1921年型 40.6cm、 45口径砲を採用している。これを新設計の連装砲塔に収めた。その性能は、テネシー級の35.6センチメートル砲弾よりも、約4割増しの重量957.1キログラムの主砲弾を最大行角30度で射距離3万1360メートルまで届かせることができる性能で、 射距離 14,630m で、減速走行 376mm を、射距離 18,290m で 292mm を貫通できる性能であった。装填機構は固定角度装填で、行角1度で装填、発射速度は毎分1.5発であった。方針の行角は30度、深く4度で、動力は電動モーターによる駆動であり、 補助に人力を必要とした。旋回角度は左右150度の旋回角が可能であった。第二次大戦時、損傷修理時に新型砲塔のマーク 5&8938 年型 40.6cm45 口径法に更新された。その性能は重量0 16kg の手砲弾を最大行角30度で、 射距離31910メートルまで届かせることができる性能で、射距離15360メートルで減速走行457ミリメートルを、射距離22400メートルで356ミリメートルを貫通でき、射程2120メートルで、甲板走行102ミリメートルを、射程31550メートルで、甲板203ミリメートルを貫通できる。 性能であった。装填機構は固定角度装填で、行角1度で装填、発射速度は毎分1.5発であった。方針の行角は30度、深く4度で、動力は電動モーターによる駆動であり、補助に人力を必要とした。旋回角度は左右150度の旋回角が可能であった。 複砲は全球に引き続きマークス7910年型 12.7cm51 後継速射砲を採用した。その性能は重量 22.7kg の砲弾を最大行角15度では射程 14,490m まで届かせられる。この砲を原則ケース名で18機ずつ、甲板上に露天で4機の計14機を搭載した。 砲牙の不行能力は、行角20度、深く15度である。旋回角度は、露天で300度、ケースメートで最大150度の旋回角度を持つが、実際は、上部造物により社会に制限を受けた。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、前型の毎分6発から毎分8から9発へと向上した。 対空火器として1914年型 7.62cm、50口径広角砲が搭載された。その性能は、重量 5.9kg の砲弾を最大行角85度では、射程9270メートルまで届かせられる。この砲を単装砲がでメリーランドは4機、コロラド以後は8機搭載した。砲がの不行能力は、行角85度、深く15度である。 旋回角度は、露天で360度の旋回角度を持つが、ケースメートでは、旋回角に制限があった。方針の不良、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分15から20発である。その他に、対艦用に53.3センチメートル、魚雷発射管を、水戦下に2門を装備した。 高画法は1928年から1930年にかけて12.7平方センチメートルも後継炭素高画法へと交換された。同時に対空基銃として12.7ミリメートル炭素基銃8丁を搭載した。手砲関連の装備に大きな変更はないが、1928年に超重砲弾スーパーヘビーシェルが アメリカ海軍に採用されたのに伴って1935年から順次上げ段機構などの改修が行われている。航空兵装の追加も大きな点である。学研のアメリカの戦艦によれば、1921年に収益したメリーランドは当初は航空兵装を搭載しておらず、1922年5月22日に寄贈中のコロラドに圧縮空気式カタパルトが、 米戦艦で初めて搭載された。その後カタパルトの普及は進み、コロラド級核艦は1926年までに火薬式カタパルトの搭載回収完了した。コロラドにおいては当初は完備に1機のみ搭載されていたカタパルトであったが、1925年に火薬式カタパルトに交換するとともに、第三砲塔上に1機追加され、結果的にコロラド級は全艦。 合計2機のカタパルトと2機か3機の水蒸気を搭載するようになった。ただし、1924年10月のものとされる右に掲げた写真では完備のカタパルトが撤去されており、1925年の改装前に圧縮空気式のカタパルトはすでになかった可能性もある。この時代のアメリカはタービン機関の開発に立ち遅れており、 低速時の燃料消費に問題があった。これを改善すべくゼネラルエレクトリック GU 社は独自にターボ発電機推進を開けしていた。この形式の利点はタービン機関を簡素化が可能で直結タービンの欠点である低速時の燃費の悪化が少ない利点があった。また防御上の利点ではボイラー室と推進機関の構成に自由度が高かった。ただし、 万能というわけではなく、動力の伝達ロスがタービン機関の約5倍、また発電機と電動モーターの小型化が難しく、製造コストも高いという問題点もあった。このため、数を必要とする駆逐艦や関係の小さい巡洋艦には採用されず、戦艦に主に採用された。軍艦の電気設備の増加や艦内空調の強化、清水製造機や 食料保存用の冷蔵庫など、電気が欠かせない時代にあって、コロラド級が採用したターボ発電推進は魅力であった。しかし、機関区が発電専門に特化していたため、コロラド級とテネシー級以前の戦艦が行ったような、機関換装が行いづらく、高速化は技術的に難しかった。機関構成は、 バブコックウィルコックス社製重油洗晶水管管8機に、単動タービン2機で発電した電力で、電気モーター4機4軸推進で、大やけ身において、最大出力 28,900SHP で、最高速度21.0ノット、燃料9割搭載時25ノットで12,400回リを発揮した。燃料消費量から重油4,570トンで、 速力15ノットで16,600回量、航行できるとされた。発電タービンの形式は比較研究のために、姉妹間で別の形式が採用されており、コロラド、メリーランドは、ウェスティングハウス社製、パーソンズ式単動体タービン。ワシントン、ウエストバージニアは、GE 社製、カーティス式単動体タービンで異なっていた。機関配置は、船体中心部に位置する。 発電室にタービン発電機が前後に1機ずつ、計2機が並べられた。発電室を左右から挟み込むようにボイラー室が原則に配置され、1室あたり、ボイラー1機ずつが片原4室に4機ずつ、計8機が搭載された。この工夫によりボイラー室に被害を受けても他の、ボイラー室に被害を及ぼさないようにされ、さらに発電機を、ボイラー室が防御していた。 発電された電力は、制御盤を介して、観光部の機械室が重角壁2枚で3室に、隔てられた、推進機室に、外側軸は1室に1機ずつ、中央軸は1室に並列で2機ずつ、計4機が並べられた。コロラド級の防御様式は全球に比べて、変更はなく広範囲を防御する、全体防御形式である。 原則走行体は1番手砲塔から4番手砲塔の弾薬庫を防御すべく、長さ125メートル、高さ5.2メートルの範囲を防御した。水栓部走行は上側203ミリメートル、最厚部で343ミリメートル、下側203ミリメートルとテーパーしている。水栓下防御は多層水雷防御を採用しており、船体長の2、3に当たる前後に広く防御していた。 水雷防御は水線下に約5.3メートルの奥行きがあり、4枚の隔壁で5層構造で、内側の空気の1層と液体で満たした4層で防御していた。水平甲板の装甲は全球から引き続き、原則装甲と接続した主甲板装甲で敵弾を受け止め、剥離した装甲板の断片、スプリンターを過乾板で受け止める複層構造とした。 主幹板が最厚部で 89mm、下幹板が38から 57m でどちらも傾斜しない。主砲塔の装甲は、前盾は 457mm、側盾 254mm、後ろ盾 229mm、天外 127mm と重装甲だった。基部のバーベットは、幹板上は 320mm であった。 海戦時真珠湾攻撃でメリーランドとウェストバージニアは損傷したものの不要修復され戦線に投入されているがこのうちウェストバージニアは大破沈没着底という形となり航空機の攻撃で唯一沈められた16インチ砲搭載戦艦という不名誉な記録を残すこととなったまた当時コロラドは西海岸で入居中で 一時期太平洋艦隊で唯一無傷で稼働可能な戦艦となったがこれといった戦果はなかった。コロラド級は太平洋戦争後期には日本本土攻撃に活躍したが特攻機の攻撃を受け少なからず損害を被っている。第二次世界大戦終結後はコロラド級三隻は活躍することもなく全艦とも1947年までに退役した。 戦艦時代の終わりとともにいずれもスクラップとして売却処分された。ワシントンは配管。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。